またまた綺麗なスポットを見つけてしまいましたよ。秦野方面から東海大学方面、東海大学とかあっちの方行った時の室川橋っていうんですかね、ここも綺麗です。しかもなんか降りるところあるんで、これ俺に入ってほしいっていうメッセージでしょ、どう考えても。ホスター掲示板あります。掲示板室川橋って書いてます。スキヤさんがありますね。ここからきれいですね、本当にほら、きれい。ちょっと勢いが、お、ちょっと勢いがあるよ。きれいですよ。こちら冷たいかな、心なしか。え、秦野ってすごいじゃん、水がやっぱきれい。おっと、え、なんでさ、みんな入ってないんだろう。俺しか入ってないよ。俺か子供しか入ってない。で、子供もさっきいなくなっちゃったしさ。で、もったいない。っていうか、ねえ、こんなに、お前、近くだったらさ、毎日入っちゃうかもしんない。毎日は言い過ぎだけどさ、もっと入ってもいいのに、やっぱ、身近にあるもんって、その良さがね、わかんないのかな。それかもう飽きちゃったとか、おっと、その、くぼみみたいな、祠みたいな感じですよ。綺麗やわ、でも本当に。これが秦野ですよ。秦野の水質ですよ、これが。やっぱ水に縁があるね、俺、水属性だから。ほら、もうすごい。いいね、本当に近くにね、こんなあって。言っとくけど、本当、俺、地元横浜だけど、横浜こんな川ないからね、俺の地区ね、南区、小金町とかもこんな綺麗じゃないからね、マジで。本当に海も汚いしね、いいなぁ、やっぱね、綺麗なとこがいいね。おっと、靴潰れてきた。ここ崩れる、あっち行こう。ここ水槽館に適してる感じですよ、水槽館。腰まで浸かる感じだからね。はい、ということでね、こちらの何川っていうんですかね、室川橋のところで、ここでも水遊び楽しんでいきたいと思います。以上です。皆様ありがとうございます。感謝です。愛してます。プレゼントありがとう。綺麗な川というプレゼントありがとうございます。